こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回は以前こちらの動画の中で紹介した支柱の作り方を紹介します。里芋科、フォトスやフィロデンドロン、モンステラなど上に登っていく植物を大きくしたい時に使う支柱の作り方です。こちらの動画を見てくださっている方はおそらくかなりマニアックだと思われますので、支柱を立てるメリットなどはすでにご存知かと思われます。なので早速作り方を紹介していきます。支柱の種類や詳しいことを知りたい方は以前のこちらの動画をチェックしてくださいね。まずは水苔を入れられるクリアファイルで作る支柱の作り方を説明します。材料はクリアファイルか透明なプラシートです。私は透明なプラシートは Amazon で購入しています。手で曲げられる柔らかめのプラシートでしたら何でもいいと思います。鉢の大きさと水苔を入れたい量と植物の大きさに合わせてプラシートをカットします。カットしたものを鉢に差し込んで植え付けをします。水苔と植物は帯で固定します。こちらの帯は水苔を入れる量と植物の大きさで太さを調節してくださいね。ちょっと難しく聞こえちゃうかもしれないんですが、構造自体はとっても簡単です。本体の太さや帯の幅などはちょっとずつ調整していくとよろしいかと思います。一つ作るとだいたい感覚がつかめると思うので、ご自身のベストなサイズで作ってみてくださいね。こんな風に植え替えの後でも端の方から差し込むこともできます。クリアファイルなのでとっても薄いので、こういう後入れが可能なんですよね。後から差し込むときは根を傷つけないようにご注意くださいね。こちらのクリアファイルで作った支柱は背面が覆われているので水苔の保水性がかなり保たれます。この支柱をつけてから水苔を湿らす回数も少なくなって管理が楽になりました。透明で目立たないのでかなり気に入っています。しかも根っこがぐいぐいと伸びてきてくれています。
次は塩ビ管に太い麻紐を巻いたものです。こちらは麻紐なので最初に紹介したものよりは保水性はそれほどありません。なので葉っぱを大きく育てたいというよりもナチュラルな見た目を重視される方におすすめです。こちらの支柱は猫ちゃんの爪とぎポールをイメージして作ってみました。作り方は塩ビ管に太い麻紐を巻いていくだけです。麻紐の太さは7ミリを使っています。あまり太いものを使ってしまうと巻くときにかなり大変になっちゃいそうなので6ミリか7ミリが妥当なんじゃないかなと思います。巻き始めと巻き終わりは結束バンドで固定するという方法をとっていましたがツルツルっと滑って緩くなってしまうので強力接着剤で止めてしまいました。植物の影響などもあるかもしれないので気にされる方は別の方法で止めた方がいいかと思います。鉢の中に入る部分は麻紐は巻いていません。塩ビ管の太さは鉢のサイズや植物の大きさによって変えていかれるといいと思います。見た目もナチュラルでなかなかいい感じなのでとっても気に入っています。まとめです。今回は支柱の作り方をご説明しました。いろいろな支柱があるのでご自身の用途に合わせて選ばれるといいと思います。私は最近は植物を登らせて葉っぱを大きく育てたい病気にかかっているのでクリアファイルの支柱が特に気に入っています。お家の中にクリアファイルやプラスチックのシートがあればほぼタダで作れちゃうのでご興味のある方はチャレンジしてみてくださると嬉しいです。こちらのクリアファイル支柱を延長して長くする方法は植物の背が高くなってきたら動画にしますね。支柱に登らせている植物の成長報告も随時していきますので気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピメリーでした。またねー。